今日は、ハビットとアティチュードっていうことについてお話をしてみたいと思います。これもですね、あんまり難しく考える必要がなくて、前回のブリーフシステムに、関係してですね、理解しておいていただければと思うんですけれども、我々の無意識 の習慣、いつの間にかやってしまう習慣があるという話も前回もしましたけれども、まさにこれがハビットであり、アティティードっていうのはその自分がこう行動するときに思わずこっち側を無意識で選んでしまうというような行動成功と言われるやつですね。いわゆる例えば紅茶にしますかコーヒーにしますかって言われた瞬間に、紅茶ですっていうふうにこう選ぶ、それですね。これがまさに我々の中に、記憶としてですね、ずっと刷り込まれた中から生まれてくる、一つのそうですね、無意識の判断、行動パターンであるというふうに理解してください。で、結局これどこから来るかですよね。もう皆さん分かっていると思うんですけれども、一番強烈なのは親ですね。お父さんお母さんから子どもの頃からずっと言われてきたこの刷り込みが、例えばコーヒーはカフェインがいっぱい入ってるから脳に良くないのよと、だから紅茶にしなさい。本当かどうかそれは分かんないですよね。紅茶も結構カフェインが入ってますんで、そういうものがあるともう紅茶だ紅茶と思わず紅茶を選んでしまうとか、そういったものがあると思うんですね。全てこのハビット、アティチュード、これはですね、我々が子どもの頃からですね、お父さんお母さんが一番強烈だと思います。あとは先生、あと世間の常識みたいなの刷り込みですよね。過去の記憶から我々のこの判断基準が生まれてますよ、無意識の行動パターンが生まれてますよというふうに、理解する必要があります。ですのでこれからですね、我々がまさにこの無意識の行動、脳の 90% 以上が無意識が支配していると言われてますけれども、この数字が正しいかどうかは別にして、大半の行動を我々無意識で行って、それがまさに現状を維持しようというホメオスタシスにつながっていると、現状を維持しようとする強烈に現状維持がプログラミングされているというのはそういうことですよね。ですのでこのハビット、アティチュードを自分自身で無意識でやっているものですよ。無意識でやっているもの、これは本当に自分の本来ゴール側に行く自分だったら、これはやるのかどうかっていうのを吟味する必要があるということですね。それは過去の刷り込みを一回意識に上げて、これは自分としては本当に今やってる行動パターンっていうのがまさに自分らしい判断なのか、自分らしい習慣なのかっていうのをぜひ吟味していただきたいということですね。前回のブリーフシステムの話の時にもしましたけれども、まさにゴール側に行ってる、ゴールを達成してる、もう今この瞬間ゴールを達成してるって強烈に思った瞬間ですね、その自分はこの行動をするんだろうかということを、一つ一つできれば意識に上げて、それを判断して書き換えていくということですね。でまさにそれをしっかりとできるかどうか、まさに日頃の行動パターンを、ゴール側にどんどん変えていくということですね。これまでやったことがないことをゴール側の自分だったらやってるのであれば、それを積極的に見つけてやっていくということですね。これもですね、こういう話をすると、コンフォートゾーン、現状のコンフォートゾーンがあり、現状の外側にぶっ飛んだゴールを設定する、でゴールを達成したコンフォートゾーン、この2つがありますよという話の中でですね、あるスポーツ選手が、いろんな選手をサポートさせていただいているの で、ですね、ちょっと競技とか選手名はあえて言いませんけど、複数の方からそういう話があったんで、よくあるパターンとして、聞いていただきたいんですけれども、これまで全くやったことがない習慣を始めましたっていうんですね。それがまさに今習慣化してますと。実はコーチング理論を学び始めて、コーチングを受けてから、もう半年以上経ってるけれども、これまで実はやんなかったことを最近ここ1ヶ月実はやってるんですって話を実は告白受けましたね。この間報告を受けました。で別のところでも同じような話があってですね、あ、やっぱりこういうこと起きるんだなと自分で見つけるんですよね。自分がゴール側だったらどういうことをやってるんだろう、ゴールを達成した自分だったらどういうことをやるべきなんだろうか。多分ラスがオープンしてスコトマが外れてですね、多分おそらく自分が目指しているところにすでにいる選手とかですね、世界トップの選手だったらこういうことをやってるという情報がおそらく入ってきたんだと思うんですね。
入ってきたというか、溢れて世の中にはそういう情報が溢れてるんだけども、これまで、重要性があってなかったので認識できなかったものが、ゴールを達成した自分だったら当然ここまで行くだろうっていう、重要性評価関数が変わりましたと。でスコトマが外れて認識できるようになったってことですね。それによって自分の新しい習慣ができました。それは二方向からそういう連絡を実はいただいて、あ、そういうことが起きるんだねと。ですのでこれはこの理論を学ぶ意味ですよね。セルフコーチングができてるんですよね。そういった理論を学ぶだけじゃなくて、日頃ずっとそういうことを考えてると、あれっていう形でスコトマが外れて自分でその習慣を見つけることができて、それを日々行うことができるようになった。ですのでこれまでやったことがない習慣が、新しい習慣が、まさにゴール側の自分だったら当然やってるっていう習慣ができてる。もうそれが当たり前になっていろいろやってますっていうことで、どん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 視野が広まってる。で新しい練習方法も自分なりのものを自分で見つけることができる。そういったことが実際起きてます。これはまあ一つスポーツ選手の例ですけれども、実際それは企業に勤めているいわゆる会社員の方、まあ、サラリーマンの方でも同じですね。経営者から の相談を受ける場合も非常に多い、最近多くなってるんですけども、そういう方々の、企業経営 の、まあ、コーチングですね、ビジネスコーチングにおいても、時々そういう話が出てきますので、ぜひですねここハビットアティチュードですね、いわゆる無意識の習慣、無意識の判断 の方向性ですよね、行動成功と言われるところの、ものをですね自分なりに意識に上げて、本当これでいいんだろうか。それはほとんどの場合が過去刷り込まれた価値観で動いてるわけですから、自分なりの価値観ですね、自分がこうであるべきだ、ゴールを達成したらこういうふうに自分は行動してるはずだ、こういうことをやってるはずだというところから判断して、ゴール側の自分であればどうなんだろうというゴール側の価値基準で見て、それを見直してみるということをぜひ、やってみてはいいんじゃないか、やってみればいいんじゃないかなということで今日はご紹介しました。ぜひですねこのハビットアティチュード、まあ、言葉はですね、そんなに覚える必要はないというか、その記憶して暗記してとかっていうことではなくてですね、その意味合いをぜひしっかりと抑えて活用してみてください。ということで今日は以上です。ありがとうございました。